やばいやばいやつばっか来る。さあ始まりました、月曜金曜19時勝手の部屋でございます。このコーナーは奈良にまつわるニュースを心調査員が紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内になっております。今回のニュースは奈良名所ですね。ちょっとじゃあ新名所を教えてもらいましょう。夏休み終わりましたよ。あーほんまやね。わあちめ。終わりました。じゃあ今日もお土産持ってきました。うおーすごい、初めて。はい、今回は、あの、カツさんこの店知ってるかな。ちょっとこのロケ見て、はいはい、これちょっともうそっちにも映してあるから、はいはい、この場所知ってる。なんか見覚えある。なんやろ。ない、ここ見たことない。あ、あれ、えその俺んちの前やん。いやいや近くに、近くに。あ、ごめん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 、うん、ああ、はっきり言いすぎたな。そうそう、びっくりした。まあ、いっぱいあるからわかんないですからね。何部屋かわかんない。いや、そらそらそら、そうです。一応部屋番号だけ教えてもらっていいですか。じゃあ、いや、あかんって。だから言ったらあかんって。そういうのぼやかしておいてください。はい、そこはちょっとね。というか、これどういう意味かわかります。ジェラテリア、うん、ってことはジェラートってこと。あ、そうそう、ジェラートって、まあ、ね、イタリアの呼び方のね、ジェラートの言い方です。ジェラテリア、ノンナ。ノンナ。おばあちゃんって意味なんですよ。あ、そうなんや。だから、おばあちゃんのような優しい味のジェラートを出しますよ、うん、イタリアのおばあちゃん作ってくれるんだ、こういう。そういうことなんです、そういうイメージ。まあ、あの、作ってはるのはお父さんでしたけど。そうです。いや、これね、イタリアで修行してはるんですよ、この人。もともと、ウダにオープンして、うんうんうん、でその後こっちに移転してくれたんですけど、はい、本場イタリアでまず学んだ技術を、元にジェラートを作ってくれてるって。はぁ、なるほどね。そう、うん。で、このお店の中の表記に書いてありました。うんうん、この時期ぐらいに食べるのが一番いいと思う。なんでかって言ったら、うんうん、キンキンじゃないんですよ。あ、ジェラートって、うんうん、ジェラートめっちゃ冷たいイメージないですか。冷たいある。このジェラートは、うん、その、おじいちゃんおばあちゃんが食べてもいいように、うん、アイスのギリギリの温度にしてあるの。なるほどね。あの、めっちゃ好きなアイス知ってる？俺。あれ、ハゲナッツ。俺、ハゲナッツちゃうの。レディ、レディボーデン。レディボーデン。あるやん。はい。あ、出てる、出てる。レディボーデンあるやん。あれも、一旦、冷凍庫から出して、30分寝かしてから、柔らかくしてから食べるんですよ。ああ、はいはい。それを、独自にやってくれてるってことなんですよ。なるほど、ね。食べてみたくないですか。いや、確かに。あの、買ってきました。野菜や果物って書いてある。あ、見ました。そうなんです。これすごいのが、変わり種も売ってんのよ。わ、なるほどね。よもぎ。これ、ちょっとイメージないね。アイスでよもぎ。よもぎ。はいはいはい。で、甘酒。甘酒。はあ、ね。なるほど。んで、ソイラテ。あ、ソイラテはコーヒーのイメージじゃないですか。はいはいはい、はい。ね、うん。で、コトカ。イチゴの。コトカ。はいはいはい。で、これね、全部奈良のもんなんです。安心してください。他の人も別にチョコチップとかも売ってますと。うんうんうん、これ、乗せとったって、このミルクとか。はいはいはい、はい。ベタなやつもありますよと。なしとかな。うん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 、ただ、本来、大将が食べた、大将って言われたな、ジェラートのお店で。いやいや、ここにも出してるってことは大将やわ。大将が言うには、あの、変わり種の方が嬉しいって。そこめっちゃ工夫を重ねてるからって。なるほど。ちょっとニヤッとしちゃうんだ。そうやね。わかってるやん。わかってるやんってなるらしい。ということで、美味しいのかどうかはでも、食べましょうよと。なるほど。じゃあちょっと、あの、中華っぽい顔してるんで、中華のスープで。あの、いや、あるやん。なるほど。いや、だから俺はちゃんとしたスプーンで食べますんで、カレー用の。よもぎからいきますか。よもぎいきましょう、じゃあ。ちょっとこれ、変わり種やもんね。せやね。ちょっといって。ごめん。深いの。なんだろうね、このあの、雰囲気で言ったらミントみたいな、ちょっとこう、ちょっと爽やかさが抜けていく感じ。そんなまで入ってる感じになってんねや。うん。ただ味がね、うん。僕そんなに、うまいかな、これ。いやすごい、どっか見たことあるやつの。あ、それはもうあの、リスペクトしてますから。もうそれはもうこれ以上は言わんで、俺だって。もうそんなん言ったら。うまっ。ほらほらほら。でも、うまい。うん、これうまいわ。それやっていきましょう。ソイラテもやっぱ全然違うんちゃう？どう？あー、ちょっと。あ、ソイ結構ちゃんと来るよ。あ、好きやもんね。うん、あ、でも美味しい。ね、ちょっとソイ来るんですよ、結構。ソイって何？大豆です。あ
なんか、そいそいって言われたら、聞き慣れへんわ。何スターバックス言うやんか、普通のやつでソイにしてとか言って、俺、あん時から思ってて、ソイって何や豆でこの味、クオリティ出してんの。あ、これ、牛乳みたいな。あ、めっちゃ美味しいっすよ、これ。うん。ことか。もうこれはもう、マツコデラックスさんも紹介してることかですから、買っときました、ことか。レンゲで食べてるのダサいじゃん。とかじゃない。選択肢ないのよ。でかった、うん。あ、これはうまいわ。マジでうまい。酸味のバランスが別妙な気がする。あ、今まで食べたコトカの、今のところ僕の中で一番。あ、これめっちゃうまい。甘酒行きましょう。甘酒もこれちょっと想像つかないですね。甘酒はちょっとね。あ、めっちゃ甘酒、匂いでも。わ、美味しい。ほんまちょうどいいバランスで甘酒とミルクが、あ、混ざってる。これすげえ。うわ、小学校の時に出会いたかったな。これ飲んで生きたかったな。俺酒飲んでんねんぐらいの感じで言いたいぐらいの、それぐらいやろ。それぐらい酒、ちゃんと。なあ、ほんで小学生でも食べれる美味しさや。美味しい。甘いのが残ってくるから。うわ、これはめっちゃいいやん。それぞれにめっちゃちゃんと個性出つつ、めっちゃ食べやすく。ランチ食べた後でも行きやすい。12時から7時まで。夜の7時まで。ああ、なるほど。で、奈良の食材をほんまに伝えたいと。デラートに。っていう思いでやってくれてはるんで、これはもう、奈良好きは絶対行くべきやなと思う。今ネットでお取り寄せもできるんで、ぜひよかったら食べてください。めちゃくちゃ美味しいんで。ジェラテリアノンナ。はい。おばあちゃんの手作りのようなジェラート。なるほど。ありがとうございました。ということで、奈良市にある、ジェラテリアノンナ、ご紹介いたしました。本当にね、どれもすごい、食べ応えもあって、美味しかったので、ぜひ皆さんもね、足を運んでみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。Jump up, shake it, and get down,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  jump. Jump.